このゲームはポルトガルの首都リスボンにありますエスタディオ・ジョゼ・アルバラーデで行われます。5万人以上の収容人数を誇り、数多くの国際大会も行われるヨーロッパ有数のスタジアムです。この時間はコロンビア対セビージャ、こちらの一戦をお届けいたします。コロンビア国歌お聴きいただきます。今日の試合ですが、これはなんとも豪華な一戦です。北澤さん、見どころの多いマッチになりそうですね。まあ、強豪と言われるところはやはり攻撃も守備もバランスが取れてますからね。両方とも見応えのある試合があると思いますけどね。はい。今ファーストハーフがスタート。コロンビア対セビージャ、エキシビションマッチが始まりました。さあ、北澤さん、今日の注目選手一人挙げてください。ハメスですね。あの左足の精度は素晴らしいですよね。ピンポイントのクロスやロングフィードも出せますし、思い切ったミドルも打てるので、彼が攻撃の起点になると面白くなりますよね。そうですね。さあ、今日は得点に絡んでくるんでしょうか。どうする、ロドリゲス。いやファインセーブです。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ、このピンチよく防ぎました。これはキーパー足元大事にいきます。チャンスを演出できるか。ミドル。セビージャ、ディフェンスの対応の仕方に問題があったのか。今のは非常に危険なシーンでした。まあ、ディフェンダーがしっかり寄せてましたからね。狙い通りのシュートっていうのはなかなか難しいですよね。クアドラ、ダビンソン・サンチェス、マテウス・ウリベ、アメス・ロドリゲス、アリアス、縦へ送る。さあ、つながるか。お、これいいですよ。クロス、これを拾いたいセビージャ。スーソー、フェルナンド、ボールを下げてリズムを作るか。ゴメス、オカンポス、マルコス・アクーニャ、うまいですね。オカンポス、バーへのボール、これはクリア。ラキティックス、きたー、先制、セビージャ。素晴らしいプレーでしたよね。狙いすましたシュート、その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応遅れてしまうんですよね。さあ、コロンビア、この立ち上がりに失点と、北澤さん、いかがご覧になりますか。
まあ入りとしては良くなかったんですけどもね、この後いくらでも展開変わりますからね、はい、ましてやこのゲームは強豪同士のマッチなので何が起こるかわからないですからね、やられた方も目が覚めるいい一発になったんじゃないでしょうかね。こぼれてる。さあボールはロドリゲスへ、仕掛けるタイミングを図る、中央へ頭ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。まあ、サイドを、ね、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかり走していかなければいけませんよね。コロンビアチャンスを迎えたシーンがありました。ラキティッチ、ディエゴ・カルロス、セビージャ、先ほどから細かくパスを回していますね。そうですね、ボールを持っている選手に対して必ず味方の選手が素早く動いて複数のパスコースを作っているので、少ないタッチでボールをつないでいくこともできるんですよね、はい、まあ特に中盤の選手はあまり目立たないかもしれませんけども、結構よく動いてボールを受けに行ってるんですよね。はい、確かに中盤の選手がボールを触る回数が多いようにも見えます。あとは狭いところでも少ないタッチでパスを回すので、ドラップする時のボールの置き場所や体の向きなんかも非常に重要になってきますよね、はい、なるほど、まさにテクニックは問われるところですね。そうでしょうね。ナバス、フェルナンド、コロンビア、この前半序盤で1点失う状況について北澤さん、どうご覧になります？少し早い時間帯に先制点を取られてしまいましたよね。まあ前半のうちに最低でも追いつきたい気持ちはあると思いますね。ラキティッチ、前半の14分を過ぎたところです。フェルナンド、ラキティッチ、マテウス・ウリベ、コロンビアとしてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくり行くことが大事ですよね。裏を狙っていきます。中で味方の選手が待っている、クロスが上がる、スソー、セルジ・ゴメス、ディエゴ・カルロス、コロンビアが最終ラインまでボールを下げる、チャレンジはしません、後ろに流す、セルジ・ゴメス、ゴメス、マルコ・サクーニャ、セルジ・ゴメス、一気に前線にボールを送る、クアドラード、ここは読んでいました。アリアス、ダビンソン・サンチェス、素早いパスで攻め上がっていきます。フェルナンド、マルコ・サクーニャ、オカンポス、これをカットします。一旦前を取る、クロスを選択、立て直します。しっかりとしたラインディフェンスですよね。ユースク・アンヌイシー、ここで前を向けるか、さあどこに出してくる、ラキティッチ、フェルナンド、ゴメス、ナバス、さあカウンタースピードを上げたいところ、長いボール縦へ、ふわっと裏を狙う、クアドラード、このボールをカットします。ダビンソン・サンチェス、
サイドチェンジ、前半28分を過ぎたところです。マルコ・サクーニャ、ゴメス、セビージャ、最終ラインまでボールを下げる。セルジ・ゴメス、ゴメス、キエゴ・カルロス、フェルナンド、長いボールを送ります。ダビンソン・サンチェス、ロングボールをターテに送る。マテウス・ウリベ、ユースフ・アンヌシーリ、この試合アシストを記録しています。ゆるく狙ったボール、オフサイドですね。ここはすぐ奪い返します。コロンビア、左側は上がる。さあどうだ、カウンターを仕掛けていきます。ロングフィードで狙う、フリーダ、シュート、オスピーナー、しかしこれよく止めましたね。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。コロンビアは相手カウンターをしのぎましたが、気をつけたい場面でしたね。バタバタした守備の中でキーパーだけが冷静でしたよね。まあ、次からもう少しリスクマネジメントを考えた方がいいですよね。このクリアボール拾いたい。セルジ・ゴメス、オカンポス、フェルナンド、ゴメス、ボールを受けてどうだ、このシュート、決まった、追加点、セビージャ、追加点が決まりました。これで差は2点。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはさあセビージャ、さらに1点を追加し2対0としています。セビージャとしてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね、はい、2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。そうですね。フェルナンド、スーソー、コロンビアがこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくてもせめていい形を作って後半につなげていきたいでしょうね。アリアス、クアドラ、組み立てながら攻め上がっていく。マルコ・サクーニャ、ジエゴ・カルロス、マルコ・サクーニャ、アクーニャから大きく縦、大きくサイドチェンジです。長いパスがつながります。前半の41分を回りました。プレッシャー、さあここでカウンター、セルジ・ゴメス、ラキティッチ、フェルナンド、
マルコス・アクーニャ、アメス・ロドリゲス、奪います、大きく縦へ、アリアス、マテウス・ウリベ、デルナンド、ゴメス、ラキティッチ、ウアドラード、このボールをカットします。ここで前半の45分が終了しました。さあ北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。まあ、一般的に言われるのはニチョロは怖いことでもありますからね、まあ、ゲームをこう終わらせたい、3点目をどう取れるかですよね。コロンビア対セビージャ、それでは続けて試合をお楽しみください。後半です。まず早い時間帯に1点返してプレッシャーかけたいところですよね。そうですね。そうすると試合は全然分からなくなりますからね。はい、ゴメス、マルコス・アクーニャ、リズムを刻む、ゴメス、フェルナンド、ジェフェルソン・デルマ、マテウス・ウリベ、さあカウンターのチャンスになります。このパス、中央へ、クリアです。フェルナンド、これ仕掛けるか、マルコス・アクーニャ、さあ左上がっていく、アメス・ロドリゲス、縦へのボール、セビージャ、ここもしっかりディフェンスしました。アーチのようなパス、シュート、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。いや、思い切って打ってきましたよね。いい姿勢ですよね。マテウス・ウリベ、ダビンソン・サンチェス、長いボール縦へ、ラキティッチ、フェルナンド、カウンターを仕掛けます。ディエゴ・カルロス、組み立て直します。セルジ・ゴメス、ナバス、スーソー、裏のスペースを狙う、クアドラード、ラキティッチからのスルーパスは通りませんでした。アリアス、マテウス・ウリベ、ダビンソン・サンチェス、もう一つ前に行きたい、中央へ、ジエゴ・カルロス、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。一旦戻します。ナバス、コロンビアとしてはそろそろまず1点返したいところですよね。セビージャ、ここでファールをもらいます。セルジ・ゴメス、マルコス・アクーニャ、速いパス回し、裏を狙う、オカンポス、来た、どうだ、フェルナンド、ナバス、フェルナンド、ゴメス、マルコス・アクーニャ、
アリアス、アリアスからハメス・ロドリゲス、裏へ届くか、ゴメス、ジエゴ・カルロス、フェルナンド、大きく縦へクアドラード、ここは読んでいました。マテウス・ウリベ、アリアス、さあボールはロドリゲス、ロドリゲスよ、あっとオフサイドですか、ジェフェルソン・ベルマ、クアドラード、細かくパスをつないで攻め込んでいきます、マルコ・サクーニャ、長いボールを送ります、ロングボールを入れてきます、クアドラード、さあ左へ預けて上げる、これは最初にセビージャ、ここは大きくクリア、危険なシーンでした、ダビンソン・サンチェス、マテウス・ウリベ、アリアス、マテウス・ウリベ、アリアス、マテウス・ウリベ、ユースフ・アンヌイシーリ、フェルナンド、パスでつないで攻め込んでいきます、コロンビア、ここで丁寧にボールを扱う、ジェフェルソン・ベルマ、シュート、惜しい、やっぱり一瞬開けば打ってきますよね、まあ、ミドル得意ですからね、ショートコーナー、クロス、クリア、このピンチをなんとか出します、ミドル、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした、セビージャ、狙っていくのはいいことですよね、ビハインドの状況でもまずはこういう気持ちで積極性をアピールすることが大事ですよね、打っていけば何か起こるかもしれませんからね、クアドラード、ここは奪います、ジェフェルソン・ベルマ、縦へのボール、アリアス、マテウス・ウリベ、アリアス、スルーパス、この位置でボールを受けます、上げてヘディング、これで1点差まで詰め寄りました、美しいパスワークからのゴールでした、いやつなぎながら見事に相手を崩しましたよね、技術的なところもそうですけども、選手同士の連動が見事でしたよね、サパタ、先ほど投入されたばかりですが早くも監督の期待に応えました、いや監督見事な采配でしたよね、選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね、さあコロンビア、あと1点というところ、あと1点ですよ、ナバス、
長いボール縦へ。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。ムリエル、クアドラ、裏のスペースを狙う。このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。フェルナンド、マルコス・アクーニャ、長いボールを送ります。コロンビア、もう残すところあまり時間がありません。急ぎたいところではありますよね。そうですね、もうパワープレーで仕掛けてこじ開けていくやり方がいいでしょうね。まあそうやってるうちに起こるミスもありますからね、そこを詰めたいですよね。クアドラ、また中央へ。オカンポス、ここは対応します。ボールを下げてリズムを作るか。ラキティッチ、ラキティッチからターテへのボール、いいプレッシャー。サパタ、スルーパスを狙う、絶好のシュート、決めた、追いついた。このままじゃ終わらない意地の一発。素晴らしいワンツーからのゴールでしたね。コロンビア、そうですね、お互いのゴールまでのイメージが共有できてましたよね。素晴らしいコンビネーションでのワンツー突破でしたね。サパタ、今日2点目のゴールです。さあコロンビア、土壇場での同点劇です。最後まで粘っていればね、必ずチャンスは出てくるということを見せてくれましたよね。はい、時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね。スルーパスを出す、オカンポス、抜けてくる、クロスが入る、これは直接キーパーへ。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。セビージャ、ここクリアで難を逃れます。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。さあ最後の一押しになるのか。この位置で受ける、中央へ、ちょっと合いませんでした。フェルナンド、ラキティッチ、ナバス、大事に行きたいですね。ここフリーで受ける、上がる、ダビンソン・サンチェス、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。コロンビアとしては早めに縦へのボールを入れたいですね。ここで笛です。2対2、同点です。引き分けという結果になりました。さあいかがでしたか。終盤の攻防戦は非常に見応えがありましたね。1点が入ってもおかしくない状況でしたし、今もまだ興奮攻めやるといった感じですね。そうですね、ありがとうございます。激闘の余韻にサポーターたちは浸っています。さあそろそろお別れの時間です。解説は北澤豪さんにお願いいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。2対2の引き分けで試合を終えています。